見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。秋篠宮家の長女、馬子様、9との結婚を控えた小室圭さん、0は18日、秋篠宮邸がある東京都港区の赤坂御用地を訪れ、秋篠宮ご夫妻に結婚の挨拶をした。馬子様は日に天皇、皇后両陛下、5日に上皇、上皇后両陛下に結婚の報告をするという。皇室ジャーナリストの神田秀和氏にこれらの予定ついて、その意味を読み解いてもらった。小室さんは18日午前8時前、横浜市内の自宅マンションからスーツ姿で出てきた。右手にはカバン、左手には白い紙袋を持っていた。秋篠宮家に持っていく手土産とご夫妻や宮内庁に見せるための書類などが入っていたのではないでしょうか。アメリカで用意した手土産かもしれませんが、どんな中身かはわかりません。後頭部で縛っていたロン毛は短く整えられていた。小室さんは髪型で色々と騒がれましたし、秋篠宮家に正式な挨拶に行くのですから、きちんとした髪型にしたのでしょう。皇室であのような頭髪で挨拶をする慣習はないんですよね。民間人が皇族に会うのですから、切らざるを得なかったのでしょう。神田氏が着目したのは小室氏を出迎えた黒いワゴン車。午前9時15分ごろ、赤坂御用地の辰巳門へと入っていった。車には、宮内庁発行の門冠、マステッカーとしてついていましたね。ということは宮内庁が、小室さんが秋篠宮ご夫婦に会いに行くことを認めたのです。アメリカから帰国し、結婚を進める上で、挨拶だけはしておかなければ、という小室さんの考えと、宮内庁の意見が一致したのでしょうね。8日後に迫った結婚、秋篠宮ご夫妻は、人の結婚を認めたのだろうか。憲法の規定により、日本人であれば両性の合意に基づく結婚そのものをダメだとは言えない。秋篠宮ご夫妻も宮内庁も政府も同じ考えです。しかし、結婚は認めるものの、その前に解決しなくてはいけないこと、あるいは報告を受けなければいけないことがいろいろあると思います。それは今のところ未解決のままなので、秋篠宮様としては、挨拶にはおいでになっても構いません。聞くことは聞きましょう。いらっしゃるというのなら待っております。というスタンスで、そこまでは許したのだと思います。